急にひらめくっていうのが、うん、どういうようなところから来るんですかね。いや、若い自分はね、一つ仕事やってるうちにね、仕上げかかる頃になると、あ、今度はこんなものをやってみたいな、こういうのやってみようなんてね、大体仕上がる前に次の仕事が浮かんでたんですよね。うん、今もうね、仕上がっちゃってから、あれ、今度はどんなものにしようかなってね、ずれちゃってんだけどね。さて何を、だから、あ、こういうものが面白そうだなぁと思ってね、だそういうふうに、まあ、自分に考えてきたもんですけどね。うんうん、そういうような、まあ、デザインの中で、どういうところが一番、なかなか、ひらめかないっていうか、苦労するっていうか、やっぱりこうパッといい具合にひらめくときもあるしね、なかなか考えがつかないときもありますよ。考えつかないときってさ、しばらくこう、何しようかなとかってね、結構ね、本見たりとかね、いろんなことやってるときもあったんですよ。大抵はいつの間にかやっちゃってんのね。あ、そうなんだよね。だから大体今仕事の趣旨として、根付けの最低のね、まあ